じやりましょう。はい、高橋48として、はい、お願いします。ですかね。はい、頑張り、頑張ることに。まあ、今日は、今日こそは絶対に、釣りする気で、います。昨日よりも、ありがとうございます。もう10回、11回目のキャスじゃないや、釣りで、あよよちゃん、ありがとう。なんか、生誕祭も、すごい順位が、他がプロ集団の中で、素人ものの、自分の、ありがとうございます、生誕祭。はるかんちゃんも、ひろかんさん、お疲れ様です。順位が、出て、思い出に、はじめまして。どうも、高橋です。高橋さん、洋介さん、コメントの皆さん、はじめまして、はい、稲葉玲奈と言います。大丈夫ですか？緊張あんまコラボとか上がらないですか？って言ったんですか？私、ツイッターの、方を、ちょっと、2年前ぐらいから、結構、フォロワーさんが増え出して、ツイッターばっかりやってる感じで、うん、キャスも聞くばっかりだったんですよ。はい。それで、サポーターとか、やっぱ、聞き寄ったら、サポーター返ししてくださったりして、フォロワーさん、サポーターさんが増えてるだけで、あまり、キャスを、
ガンガンやってきたタイプじゃなくて、コラボもあまり、そのツイッターで絡みがあった人の、あの、コラボに上がらせてもらう感じなので、こういう凸みたいな、あの、初めてのとこに上がるのが、初めてのとこに上がるのは初めてです。はい、あ、そうなんです。ああ、じゃあ、ちょ、安心して大丈夫ですよ。全然怪しいものじゃないんで。はい、怪しそうでした。怪しそうだって。いや、でも、レナさんって、あの、ちょっと、なんか、病んだりしてます、ちょっと心とか。ああ、いやいや。まあ、病んで。ああ、もう早速、そんな、あの、ディープな、あの、情報を絡めて。高橋さん、どうぞ。え、あ、いいじゃん。え、レナさんは、なんで、釣り YouTube じゃない、釣り配信をやろうと志したんですか？あ、なんか気まぐれで結構、はい、あのやってて、キャスをあのしたいけど、あのリスナーだから、あのやっぱやってみたいなっていう、あの、うん、感じがあったけど、あの喋る、うん、雑談でこうやって喋るのは結構、うん、あの緊張するから、あの最初ボーリングでやってたんですね、うん、でもボーリングがあまりに下手すぎて、うん、あのしかもコロナで自粛とかなって、うん、もう最初ボーリングのプロになってやるとか言ってやってたけど、ボーリングのプロ、うん、あの釣り具屋さんのあの前を通って友達があの、はい、なんかちょっと釣り、女の子の、あの、子供と、あの、釣りに行くから、ついておいでよって言われて、はい、じゃあ自分も、竿を買おうって思って、あの、行ったら、かなり安かったんですよね、はい、竿が。あの、必要のちょい投げセットで、うん、まあ、だいたい2000円ぐらいで買えたんで、で、あの、うん、まあ、そこで、そう、ボーリング全然下手だったんですけどね、あの、なんか、うん、で、ライフジャケットがいるって思って、ライフジャケットって結構高いじゃないですか。うん、そうですね。そこそこ、うん。それを買ってしまったから、もう引き戻せないから、友達と一回だけ釣りに行ったけど、うん、あの、その後、うん、もうこの釣り竿、無駄になるより、キャスやろうって思って、ちょっと、キャスで、うん、釣り配信を始めて、で、あの、はい、今15回ぐらい、あの、釣りキャスをやって、そのうち、あの、もう全部の人生の、あの、釣り回数16回のうち、あの、釣れたのはアジ1匹で、はい、小さいアジが。レナさん、いきなりなんですけど、あの、僕はあの、魚釣り YouTuber なんですよ。あ、すごい、すごい、うん。あ、名前でも知らなかったですよね。高橋魚神って知らないですよね。いや、それが YouTube は全然見てなくて、あの、本当に YouTube、うん、あ、アドバイスください。あの、もしタイミングあったらキャスで、あの、あ、アドバイスしますし、あの、今ですね、高橋48っていうので、はい、あの48人の釣りガールを募集してるんですね。はい、え、誰が他にいるんですか？4、5人メンバーがいるんですけど、まあ今コロナだから、あ、いや、ゆかさんは、そのツイキャス上でこんにちはとか挨拶する程度で、まだ48入ってないんですけど、ゆかさんはまあピンでやってってるから、自分のチャンネルもあるし、そうですよね。あの、レナさん、高橋48入りませんか？あ、一応、そんなに若くない。あと、もうそんな関係ないですよ。その、活動内容は、あの、レナさんって九州ですか？喋、はい、り方聞いたら。あ、九州です。ですよね。だから僕は名古屋方面だから、
会うとかなかなかできないと思うんですけど、まあこうやってだから釣りの話とかしたり、はい、まあそんな活動で、はい、でよかったら僕の YouTube とかに声だけでも出てもらったり、仲間になってほしいななんて、はい、でねなさんが不快だなと思ったらブロックしていただければありがたいかな。それはいやそんなのは全然あのブロックとか全然しないし、はい、あのうん、はい、あの嬉しいけどあの本当、はい、自分なんかでいいのかなみたいな、今日初めて僕あの喋って聞いて30秒でこの人はちょっと普通じゃないなと思いました。30秒で合格です。普通じゃなくなかったらあの合格あ下ネタはいあの下ネタはいらないアカウントやってるから、え、なんすか下ネタアカウント何の話。あの私やつキャスというよりはツイッターの方の人なんです。裏垢女子ですか。あ、いや裏垢女子じゃないのにあの、はいはいはい、なんか全裸ぐらい晒すよ。やっちゃってるんですか。そう、ただで、ね、あのガンガン、あのすげえねえさん、もうぜひ高橋48のメンバーで、あのまずは仮会員になってもらって、はい、活動内容はツイキャスで電話対談ぐらいでお願いしたいんですけど、まずは。ああ OK ですか。電話対談っていう、あのツイキャスというか、もう今このツイキャスの対談をこのまま YouTube にそのアップしてもいいですか。あのスカウトしましたよ。あこれこれ僕の枠ですよ高橋さん。大丈夫ですか。ダメ凌介。どうやってやるんですか。いや凌介の録画からキャプればいいだけだから。あいけるんですか。あじゃあどうぞお願いします。えリナさんじゃあ。高橋48に入ってくださるんですね。はい。やった。あ、じゃあ、あの、はじめちょっと紹介動画作りたいから、レナさんのあのアーカイブでちょっと動画、こんな方ですって顔とか出しても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫なんですけど、あの、はい、今、あの、ちゃんとしたやつにできるような、あの、配信してないけど大丈夫ですかね。で、もう声聞いた瞬間もうこの人売れるって僕今確信したんで。いやいや売れないです。はい、あの釣りをしてるところがやっぱ、はい、いいんですね。やっぱりその釣りガールっていうのはその素人の釣り初心者が釣り始めて成長していく様が今すごい人気になってて、その上手い人じゃなくて素人でなんていうのかな、ゼロから釣りを頑張ってるっていう方を僕も探してて、あ、じゃあちょうど私が、レナさんは、はい、全然大丈夫です。はい、あと、犯罪、犯罪は、あ、僕、YouTube 見てもらったら分かるんですけど、高橋魚神で見てもらったら、はい、一回ちょっとチェックしていただいて、はい、あの、魚に紳士ですね。元引きこもり連合会の会長をやってます。え、あ、それはすごく、はい、今、すごく気が合いそうだなって思わせていただけたので、よかったです。あの、10年前から。あ、全然怒鳴られても、自分、割と冗談がギリギリまで通じる方の女なので、大丈夫です。女性は怒鳴らないですよ。大丈夫です。女性は大事にしなきゃいけないんで。多分私は女の人の中ではかなり、はい、あの冗談がマジで通じるので、はい、そういう、あ、マジですか。あの、はい、当たりが強くても全然大丈夫。当たりが強くてもいいとか。皆さん全然心配なんだけども。いやいや、あの強メンタルなんで、あのツイッターで鍛えられたんで。あ、マジですか。いや、あの精神はあれですけど、はい、精神は不安。基本なんで、うん、いや大丈夫です。基本的なメンタルがすごい強いんで。あ、陽介さん、陽介さん。はい、どうしてました。
合格ですよね、はい、これ高橋釣りが合格ですね。うん、すごいいい陽介知らんいいキャラ持ってます。知らんと思うけど陽介も俺引きこもり連合会の会長っていうのを10年前からやってるのよ。なんか聞いたことありますよ。それはでそういうなんか堂々と裸を見せるっていうのがちょっとそこもちょっと怪だな正直。うん、ツイッターで見れるんですか？あ、ツイッターのコツイにちょっと自分が前上げてた画像をちょっと編集してもらってコツイにヌード、はい、あちょっとヌードとかも一瞬出てくるんですけど、そういうのツイートしてたけど、最近ちょっとフォロワーさんが結構増えてしまって、女性に惹かれるのが嫌になってきて、はい、もうあんまりエロ路線は言葉のもう本当小学生男子ぐらいのエロでとどめようみたいな、はい、エグいのはやめようっていう、まあ、でも全然必要があればぜひお願いします、うん、脱げますけど、はい、いやいや脱がないです。マジですか？YouTube ちょっと YouTube 脱いだらバンになっちゃうんで、まあ無理なんで短パンぐらいで短パン水着ですね。水着も OK ですか？水着 OK ですか？水着、うん、水着コツイで水着で浜辺でジャンプしてっていう、はい、私父が、はい、売りなんですよね。え、な、なんですか？大きい。あ、父っておっぱいね。じゃあ、おっぱい釣りガールとしてデビューお願いします、高橋ボーティエとの。ありがとうございます。はい、はい、そういう人、アダルトの、アダルトというか、大人の、レディとして、淑女として、じゃあ、頑張ります。はい。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。多分眠たい。はい、眠たす。僕、眠たいじゃ眠たいですね。はい。大丈夫ですよ。高橋さん。あれ、高橋さん。落ちた。あ、ちょっと、高橋さんが落ちたら。あ、来ました、高橋さん。よかった。ごめん、間違えちゃった。ごめんね、間違えておっしゃった。あ、そうですか。はい。うん。大丈夫です。いや、レナさん、もうちょっと、奇跡の出会いですよ、今日。いや、本当、なんかすごい、はい、いつもは、はい、近いところ、近しいところまでしか行かないんですけど、はい、勇気を振り絞って、はい、この枠に、はい、コメントしてよかったです。だいたい潜るんですよね。コメントする勇気ないから。はい、あ、今日も陽介さん、結構、引き寄せの法則だな、これ、陽介。そうですね。こんな人を引き寄せちゃうから。まあ、レナさんだから、うん、あ、ごめん、どうぞ。あ、いいですよ。いい、レナさんだからさ、YouTube やってるじゃないですか、レナさん。いやいや、YouTube はもう、あんまりやってないから。なんで、YouTube に、まあ、レナさんもレナさんで釣りやってもらって、うちとコラボみたいな感じで、お互いウィンウィンな関係、いいんじゃないですか、これ。はい。じゃあ、YouTube ちょっと全然やる気なかったけど、じゃあやりましょう。うん、はい、高橋48として、はい、お願いします。ですかね。はい、頑張り、頑張ることになりました。陽介さん面白いんだけど、この人。面白いですね。皆さんめちゃめちゃ面白い人だって。海でもバスでも何でもいい。いや、釣り本当に全然何釣りとかなくて、とりあえず、もう海藻が釣れても喜ぶようなレベルなんで。あ、いや、もう、それ楽しむのが釣りだから、釣りの醍醐味は楽しめたかどうかが一番重要だから、はい、いいんですよ、超過に。はい、頑張り。はい。ピグミンって何ですか？ピグミン。わかんない。ピグミン。ピグミン。なんか、用語があるんですね。わからない。釣り、ピグバ、ピグパ、なんだろう、わかんない。レナさん。はい。レナさん。その前にハムさんが来てる。多分レナさん将来、売れますよ。
やいや、確実に。っていうか、あの、うん。私、別に、あの、売れなくていい。ただ遊びで。遊びでやってるだけ。いや、その脱力感が、脱力感が多分俺強烈なファンがつきそう。YouTube でコツコツやっていけば。と思わないよ、すけど。YouTube 難しい。はい。サフィンやってる、ね。すごいいいキャラ持ってます。うん。サフィンやってるの。まあ、動画3本しか出してないでしょ、レナさん、まだ。あ、あ、動画って YouTube ですか？ YouTube の方は。YouTube は、歌なんですよ、それ。全然釣り関係ないんです。だから釣りチャンネルもう一個作っちゃいましょう。あの、釣りチャンネルを別でもう一個作っちゃって、ね、で、うちとコラボっていう体で、で、遠すぎて会えないし、はい、コロナだから電話対談で釣りの情報交換とか、あの、そんな感じでやれたらいいかな。あ、はい、わかりました。あ、アメーバピグとかの、はい、あの、ネタまで見てくださったんですね、ハムさん。あの、全部拾いが多いです。あの、すいません。ネタ化なんで。うん。カメドウさん、ありがとうございます。バス釣り。私、食べたいんですよね、うん、魚を釣って。バスも食べれるよ。だから、あ、バス食べれるんですか？綺麗なとこの釣ったバスは美味しいですよ。まあ食べないけどね、みんな、うん。え、じゃあ食べないです、私ね。あ、そっかそっか。やった。俺も、レナさん。寝てないですか？はい。寝てないですよ。あ、高橋さんと、あの、話してもらって大丈夫ですよ。うん、あ、レナさん。あの、譲ってるんですよ、高橋さんに。ありがとう、ありがとう。レナさん、これね、このまんま YouTube 上がりますからね、これ、対談が。あ、わかりました。じゃあ、あの、はい、なんだろう。題名は、ツイキャスで、とんでもない釣りガールと出会った。そんな大げさにするほどの、あの、まだ、あの、本当に、何も、何もお互い知らない。いや、エロは大丈夫。あ、そっか、エロって言っても、まあ、大丈夫、言葉だけなの、うん。何の画像も出してないから、はい、大丈夫です。はい、やった、48できた。高橋48の一員ですよ。うん。他の方たちは、あの、YouTube で見れるんですかね、もう。あ、見れますよ、僕のチャンネルから、高橋が死んで、あの、まあ、そんなにまだ今、出てないけど、何人かいるんで、半ばですね。チェックしておきます。はい。はい。あの、キャスから来た方たちですか？はい、あ、キャスで知り合ったり、プライベートの知り合いの知り合いとか、そういう人がちょこっと出てくれてるというか。はい。あの、福岡とかにいないですか？はい、私、友達、はい、釣りの友達が欲しくて、あの、なりましょう。全然、はいはい、あ、いや、あの、福岡の、なんか、女の子とかがいたらいいな、みたいな。福岡はちょっと知り合いはいないですけど、ね、はい。あの、うちのチャンネルで募集しましょうか。レナさんの友達になってくれる釣りガール大募集。いや、大丈夫です。大丈夫です。あの、あとレナさん。あの、コミュ障だけど。コミュ障？あ、いいよ、ちょっと陽介じゃ喋りやすい。え、なんすか？大丈夫ですよ。ちょっと5分ぐらい喋るんですよ。レナさん。え、これ、あの、これ YouTube に載るんすか？載るよ。はい、じゃあ、まあ、やめときます。はい。あの、今後の将来の夢とか、そういうのありますか？あ、あの、釣りの、釣り始めてまだ1ヶ月ぐらいなんですよ。はい、あの、8月の上旬に始めて、はい、で、あの、はい、もう、勢いでキャスとかを、もう、バーってやって、で、あの、アングラーズっていうアプリ入れたんですよ。うん、あの、釣りの、なんか、アプリがあったんで。はい、で、そこで、はい、あの、なんか、釣り人募集みたいな、そういうのに、ちょっと、はい、始めたばっかりで、